っちゃったー、よっしゃはい、どうもダコです、スペクター V2 ワールドチャンピオンエディション。いや、こいつもテールまでちょっとヒットして、修理しておりました。結構このテール周り繊細なんで、スピンドルなんかも結構変えて、もちろん、アウトプッシュシャフトも、交換したんですけど、まあ多分それだけで済んだと思います。あと、こちらの、プーリー、芋ネジのとこからがっつり割れて、ダメでした。あとはね、特に損傷なかったですね。まあスワッシュの、アルミのサーボ本、それがひん曲がったのと、こちらの、ピッチアーム、これの根元が曲がったぐらいで、これも新品交換したんですけどね、まあそれぐらいの被害でした。結構ね、降りたつもりだったんですけどダメでしたね。はい、では行ってみましょう。あとベルトも一応新品に交換しました。どうもね、滑ってるっぽい音が前回の墜落の前にしてたんで、新品と貼り直し、そっちの方やっております。はい、では行きましょう。1690、このぐらいの回転速度が自分好きなんですけどね。やっぱ音も静かでちょうどいいぐらいの、スピード。速すぎるとね、やっぱもう指が追いつかないっすよ。修理後、ジョークフライトちょっとやってきたんですけど、
思った以上にロールが通ってたっていうことがねありました、ロールよく見える。まあ修理後、まあいいんじゃないでしょうか。まあ軽傷だった割にはやっぱり経費がかかるのは700なんでちょっとしょうがないところかもしれません。後でねちょっと計算、やってみたいと思います。